風戸です。はい、ヌンです。最新作、はい、100万ドルの道しるべガチ考察動画、はい、パート2、パート2、皆さん見ていただけましたでしょうか、ね、たくさんの方からコメントをいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。もうガンガン今情報が出てきてますから。出てきてますね、で、まあ、前回の動画でも言いましたけど、もう情報出るたびにね、いろいろと喋っていこうということで、はい、今のところ、ティザームービー。ティザームービー。うん、新しいのがね、1週間ぐらい前ですか。はい。うん、出まして、うん。で、あと、昨日かな ?1 月の5日、名探偵コナン VS 怪盗キッドっていう、はい、テレビシリーズの女性集め映画。まあ、総集編っていう、ね。総集編映画をやりますよ。はい、まあ、ヒーローの弾丸の時、もやりましたし、はい、黒金のサブマリンの時、はい、もありましたんで、その第3弾情報が出ましたんでね、まあ、それについても喋っていこうかなと。まあまずはティザームービーですかね。ティザームービーの方。まあいろいろ喋りたいことがあるんですけど、はい、どうです、ガチ考察会を一番最初やったじゃないですか、はい、でほぼ何の情報もない時に、うん、僕らいろいろ喋ったじゃないですか。結構当たってたよな。経験に基づくじゃないけど、うん、でずっと見られてらっしゃっているんで、うんうん、まあみんながね想像してたと思うんだけどまあでも一応当たったところでいけば、うん、土方歳三、はい、これがちょっとキーになる。キーになる。だからまあ、函館戦争ですよね。はい。っていう話をしてたんだけど、もう完全にそれの話になりそうですよね。うん、黒金のサブマリンの次回予告の、第2弾か。刀が映ってる映像がね、はい、流れてっていう動画があったと思うんですけど、まあ、あれで多分あの刀が宝になるんでしょう、みたいな話を僕したんだけど、うん、そこに関してはちょっと外れてまして、そうね。うん。怪盗キッドが狙う刀っていうのが、なんと2本あるんですよね。うん、腰差しっていうんですか。なんか、その怪盗キッドの予告状みたいな画像、ね、うん、映像が流れて、2本って書かれてるんですよね。うん、2本頂戴するって。で、赤と青の、刀が出てきてて。で、しかも、ティザームービーの方の刀とはちょっと違うんですよね。そうですね。普通の鐔というか、うん、星型の鐔じゃない刀が宝物みたいな。うん、おそらく、2本を使って、その先にある真の刀が、本当のお宝みたいな。うん、形になるのかなぁと、うん、星型のね、ツバの刀出てこねえなと思ったら一瞬映るんですよ。一瞬映りました。それがなんか人を刺してる映像なんですよ、うん、で、これ犯人が持ってんのっていう、うんうん、だからあの刀は出てくるんですよ、うん、ただあれはなんて言うんでしょう、宝ではなさそうというか、うん、なんなら凶器、まあ、そこはちょっと予想が外れてたんですけども、はい、一応ストーリーもね、うん、もう出てますんで、はい、一個ずつちょっと紐解いていきましょうか、はい、北海道函館にある尾上財閥、うん、なんか書いてましたね、尾上財閥ですね、はい、の収蔵庫に怪盗キッドからの予告状が届いたと、うん、その刀をね、はい、2本頂戴する、今夜0時にみたいな、はい、今回キッドが狙うのは幕末を生きた新選組副長土方歳三にまつわる、日本刀だという、で、あれも2本の刀が土方歳三と関係がある、はい、うん、ビッグジュエルを求めるキッドがなぜ刀を狙うのか、うん、そうですよね、うん、一方西の名探偵服部平次とコナンたちも、函館で開催される剣道大会のために現地を訪れており、うん、犯行予告当日平次がキッドの変装を見事破り追い詰めるかと、まあだから言ってましたよね。なんで北海道に行ってんだみたいな話も出てましたけど、はい、剣道大会でしたね。はい。うん。まあ剣道大会にすれば、沖田くんがこのずっと出てきますんで、ね、ただここでまず1点。剣道大会にすることによって、新たな可能性が出てきたんです。これもう刃チーム出てくる可能性もあるんですよ。なるほど。うん。出てくる可能性出てきましたね。はい。うん。で、時を同じくして、胸に十文字の切り傷をつけられて遺体が、函館倉庫街で見つかると。映像ありましたね、はい。捜査線上に浮かび上がったのは、死の商人と呼ばれ、アジア一帯で武器商人として活動する日系アメリカ人の男。これなんですよ、僕一番気になったのが。なんか日系アメリカ人とかいう、うん、なんかすげえ斜め45度の、情報が飛んできて、うん、なんか全然想像してなかったじゃないですか。そうですね。うん、今回だから、そのオリジナルキャラに、もしかしたら、名前がカタカナの、日本人じゃねえやつみたいな、出てくる可能性があるわけですよ。はい。で、土方歳三だとか、函館戦争だとか、
剣道大会だとか言ってる割に、今回の、あの、ね、容疑者になってるのが、日系アメリカ人っていう、はい、これがちょっとね、僕、って思ったんですよね。あ、ちょっと面白いと思って。あれの時の犯人が日系の方じゃなかったですっけ？異次元のスナイパーですか？異次元のスナイパー。はいはい。福士蒼汰君がやったね。ね。ケビン・ヨシノね。はい、はいはい。よく覚えてらっしゃる。当然でしょう、ケビン・ヨシノ。衝撃的ですからね。彼は戦時中の軍需産業に深く関わっていた、尾上家初代当主が函館のどこかに隠したとされるお宝を探していた。うん。あ、ちょっと、俺すげえ気になったところだから、その続き読んでもらっていいですか？はい、それは当時日本の敗色濃厚だった戦況を一変させるほどの強力な兵器だという噂。これなんですよ、うん、これさ強力な兵器とか言ってんですよ、うん、もう刀じゃねえんですよ。そうなんですよね、うん、当時って俺はもちろん知らないけど、函館戦争とかの時に、その戦争のね勝ち負けをもう一変させるぐらいの、うん、もう一発逆転できるぐらいの兵器ですよ。そうね、もうなんか戦車とか、もうそれこそアパッチロングボー的なね、30ミリチェーンガン的なね、はい、なもうそういうものだわけですよ。まあ、書き方的には。書き方的にはね。そう。だからこの時点で、この犯人が、その探してるものは、あのひし形の刀じゃないんですよ。そうですね。うん、あれ一本だけで戦況は変わらないですか？変わらないですよ。まあその、わかんないですよ、うん。あの、グレンカイナとか使えるんだったら。いえ、懐かしいな。グレンカイナあれ、ね、なるんだったら、ちょっと、ね、一変するかもしれないですけど、はい、この書き方的に、この兵器というのは、あの七型の刀じゃないんですよ。うん。ってことは、あの刀は最初から犯人が持ってるんですよ。うん。だってもうあれで刺すシーンがあるんだから。はい。だあれが武器なわけですよ。そうですね。うん。だから、あれを探してるわけじゃないんですよ。うん、俺結構ここの部分、この一文がすげえ興奮した、はい。つまり、その、刀以上のものなわけですよ。はい。で、当時はだから、ピストルとかはあったわけですよね、絶対。だから、これが、この戦争に関して言うと、うん、当時日本の敗色濃厚だった戦況ってことは、うん、函館戦争じゃないんじゃない？なるほど。函館戦争だったら日本の敗色濃厚って書かないでしょ。なるほど、なるほど。ってことは、第二次世界大戦とかで使える、いわゆる軍需産業ってなってるわけだから、ピストルとかっていうよりは、もうちょっとやっぱでかいのなんだよ。もうそ大砲とか。大砲。実はね、俺これ、もう、実は確信持ってるんですよ。持ってて、今ちょっとこうやってわざとらしく喋ってて。はい。例えば大砲とかね、はい、まあ戦車、はい、それからまあミサイル、はい、まあ世界と戦う世界大戦のわけですよ、はい、で使えるものってなったら多分想像はそっちに行くはずなんですよ、はい、俺もうこれ言い当てていい、これ言って当たったら、うん、みんなちょっと加藤君叩いて、いやいや、はい、で漏れなくチャンネル登録お願いします。俺当てるわ、はい、これウイルスじゃないかなと思ってます。あー、なるほど。はい。兵器って言われて、そう、なんかね、こう、しかも刀で振ってるじゃないですか。うん、ピストルとか、うん、そのね、なんか、大砲とか、そういうの、うん、当時のことを意識すると、なんか、思い描くと、そっちに行きがちだけど、うん、死のウイルスみたいな。はいはいはい。うん。それをばらまくことによって、もう、殲滅できるみたいな。あー、あり得る。ウイルス兵器みたいなことだもんね。そう。だからちょっとバイオチックじゃないけど。そう、バイオチック。だから、なんか、このストーリーの、ストーリー説明、あらすじが、全体通して、俺めっちゃ違和感あるんですよ、うんうんうん。あのね、今回のこの、100万ドルの道しるべ、うん、繋がんないんですよ、全部が。1回目の予告、うんうん、2回目の予告、うん、ストーリーの発表、で、やるのがキッドとコナンの映画、うん、何にも繋がんないんですよ、うんうんうん。俺これもうすでにミスリード始まってんじゃねえかなって思って、最後の最後で、兵器は何だってなった時に、誰も予想してなかったウイルスっていう、だから天空のロストシップなんですよ。はい、あー、なるほど。あれ、キッドとハットリの映画でしょ？うん。そこにまた行くんじゃねえかなって俺思ってる。ああ、なるほどね、うん。そうするとなんか繋がってこない。
なんか俺そんな気すんだよね。わかんない。もう次の動画出た時に、がっつり大砲が出てくるかもしれないし、なんかとんでもないミサイル出てくるかもしんないけど、俺なんかこの文章見た時になんかすげえ違和感あって、その違和感を全部最後でどんでん返ししてくれるのって、なんかそういう、なんか力じゃない、なんか内側から、その、殲滅できる兵器って何ってなったら、ウイルス系のものなんじゃないかなって。疫病みたいな。っていう想像はちょっとありますね。ちょっと待って待っていい？はい。あれ違うかな。どうした？なんかね、日本、いわゆる日本にしかない伝染病みたいなのが、昔北海道であった気がするんだよね。何その情報？違うかな？何その情報？ちょっと北海道民でさ、チャンネル登録してくれてる人いないの？ちょっと教えてよ。いないの？で、そのなんか殺傷能力が強くないのか、その感染力が強くないのかわかんないけど、うん、そんなに大事になってるわけじゃない。うん、あった。なんか。なんか昔そんな記事読んだことある気がすんだよな。北海道じゃなかったっけな。ちょっとドサンコ。ドサンコ。ドサンコの方、ちょっと教えてよ。でもさ、なんかありそうじゃない？いや、俺ね、ほんとこの文面がね、違和感だらけなのよ。だから日本由来の。うん。そう。ってことだよね。そう。ウイルスというか。だってさ、兵器って書いてて、兵器で当時の日本が海外に勝てるわけねえもん。そうなんだよ。うん。いわゆるその武器というか、うん、だって日本ってすげえ遅れてんの、うん、飛行船とかでもないだろうし、うん、でキットはね、それを使われることを知ってたみたいな。だから止めたいっていう。なるほどね。もうほんと予想の予想の予想なんで、うん、もう全く外れてたらみんな笑ってほしいんだけど、結構多分大ごとになる展開にしたいはずなんですよ、この映画。はいはいはい。ね、映画的に、これちょっとストーリー的な話じゃなくて、映画的な話で、大ごとにしたいはずなんですよ。うんうん、恐怖感。見てる人への恐怖感。なんかこういうのあったら怖いよねって、思わせるにはウイルスとかそういう系が怖いかなって。そうだね。うん、いや武器商人だから、その、当時開発してたウイルスを、まあ、売って金にしよう、みたいな、うん、っていう可能性は確かにある。うんうん、そして、そのお宝と、キットが狙う刀はどうやら関係があるようで、うん、刀を狙うキットに対し謎の剣士の影が迫り、うん、だからその謎の剣士っていうのがまた別でいるんですよ。そうですね、うん、だからその謎の剣士があのひし形を持ってんだろうね。そういうことなんだ。そういうことなんだよね、きっとね。だからね、わけがわからない。でもやっぱりその剣士とか、うん、振ってんすよ。俺振ってるようにしか思えないの。うん、もうミスリードだと思うの、これ。はいはい。うん。みんなの頭の中に、その、剣道大会とか、剣士とか、謎の剣士とか、うん、振ってるようにしか思えないんだよね。全く違うとこ行くと思うんだよね、最後。うん、うん。で、しかも今回上がった動画、うん、キッドと、ハットリが剣でちょっと戦うじゃないですか、はい。あれも振ってる気がすんのよ。はいはいはい。俺ね、最初のね、一番最初に出た動画じゃないですか、あれが。はい。映画のメインの映像の最初の動画じゃないですか。うん、最初の動画であのシーン使うんだって俺思っちゃったんですよ。うんうん。結構あれ序盤の盛り上がるシーンなはずなんですよ。うん。あの説明読むと、一番最初にそのハットリがキッドの変装を見抜いて、はい。追いかけて、なんかバイクでブーンみたいな、多分そういう展開だと思うんだよね。うんうん、で、あの、キッドと、ハットリが刀でケーンっていう、はい、あのシーンが多分前半戦の山場になるはずなんですよ。うん、うん、黒金でいうところの愛ちゃんがね、あの、捕まっちゃって、はいはいはい、博士とコナン君が追いかけるみたいな位置づけになるはずなんですよ。うん、それを第1弾の動画で出すんだって。うん、俺、それも違和感なんですよ、うんはいはいはい。だからもう全部振ってる気がすんのね。うんうん、最後は刀関係ない気がするんだよ、俺。ああ。うん。でもそこで俺一個引っかかってくるのが、その一個前の、次回予告なんですよ。そういうことかよ、親父って言うじゃないですか。はい。だから、統一も絡んでるんですよ、この話。うんうんうん、ね。で、その謎の剣士と統一が絡んでるのか、うん、その日系人と絡んでるのか、はい。だから過去になんかあったんでしょうね。親父と。うんうん、でも、親父は絶対的にいい、はいいもんなんで、はい、親父も多分キッドと同じことをしようとしたんだろうね。うん、何かを止めようとした、みたいな、
どういう風に繋がっていくのかなみたいなね。そうだね。次行こう。はい。はい、で、天下分け目のお宝争奪バトルミステリー。うん、ここに開幕と。いう形で。だそこもそうなんですよ。天下分け目の。お宝争奪ミステリーじゃん。うん、コナン VS ルパンみたいなさ。うんうんうん、お宝争奪。何なんだろうね。全然わかんない。うん、結果ね。結果全然わかんない。で、ティザームービーですか。はい。で、最後ね、その、キッドとハットリが刀で、キーンみたいな、うん。で、あの刀さ、お宝の刀だよね。そうじゃないかな、うん、あの、刀って腰差し2本って書いてあるじゃないですか。うん、あの、要は、小太刀言うでしょ ?1 本。1本は多分、その、短い方だよね。短いからハットリは逆手で持ってんでしょあれ。ああ、なるほど。だって本物っていうか、普通の刀だったら、うん、あんな片手でピョンって投げて持ち替えられないでしょ。そうだね。ってことは、鳥が持ってんのはあれ、小太刀のはずなんですよ。はい。で、キッドが持ってんのが、長い方の刀、はい。僕ちょっと刀は詳しくないですけど、剣道得意な人はちょっと教えてくださいね、皆さん。で、あの二人で刀を一本ずつ持ってるっていう、うんうん、そこもなんかどういう風に展開していくのかな、みたいな。多分あの動画で一番みんながね、わーって盛り上がってて、もうツイッターとかでも、ツイッターって今言わねえのか。X はい。ですげえみんな言ってたけど、もう最後ね、うん、あの、ハットリが、うわーっつって、うん、あの、キッドの帽子をね、はい、あのスパーってやって、うん、で、お前、その顔って言って終わるじゃないですか。うん、そこでみんななんかこういろんなね、考察をしてらっしゃるじゃないですか。はい、そこについて話そうか。はい、うん。あれどう思う？いや、俺、あのシーンのセリフじゃないんじゃないかって思った。あー、なるほど、なるほど。ふんさんの予想は、うん、あそこだけセリフを変えてる。変えてる。うんうんうん。あそこ、セリフをそこに当ててる、うん、あ、なんていうのかな。別のシーンの、使ってるそう。あのセリフ自体は映画であるけど、あのシーンではない。ないと。あ、なるほど、なるほどね。いう考え。うんうん。確かに今までの予告編で、セリフを変えてきたりとか、その、映像をちょっといじってきたりとかっていうのは全然コナンサイドやってくるんで、うん、はい、あの、僕らのことをミスリードしてくるんで、はい、はい。あの、全然可能性あると思いますね。うん、いい予想だと思います。一旦整理しましょう、あのシーンについて。はい、うん。まずみんながなんであそこのシーンでこう盛り上がってるかっていうと、うん、僕はパターンは4つあると思ってます。はい。はい。まず1個目が、うん、工藤に顔似てんな、みたいな。はいはいはい。まあ一番スタンダードな。スタンダードな。もう本当に素直にそのまま受け取るのが、うん。まあ、服部くんがキッドのその素顔をちょっと、素顔を見るようなことってないので、そう。コナンくんはね、がっつり絡んでますから、二つ目は、純粋に、うん、工藤お前何してんねんっていう。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。平次が工藤と勘違いしちゃってるパターンってこと？いや、違います。これ、あの、二つ目に挙げたのは、一番可能性が低いものなんですけども、はいはい、あの、ついに、工藤新一に戻るっていう。なるほど。うん、で、なんか知んねえけど、あの、怪盗キットになってるって。格好してるっていう。はあはあはあ、まあ、これ一番可能性低いです。はい。で、三つ目ね。三つ目。三つ目は、起きたお前何してんねんっていう。起きたくんも顔が似てるって話でした、ね。似てます。カイトと新一と起きたくんは、もう、クリソツなんですよ。はあ、うん。ただ、沖田くんは、身長が低い。髪型が違います。あ、髪型が違うんだ。はい。で、もう一個。これちょっと可能性あるんじゃないかなって、思ってるのがありまして、うん、あのシーン、そのスパッて切られて、きっと汗かいてるんですよ。やべえみたいな汗のかき方なんですよ。うん、もちろん、切られてますから、やべえってなるのは当然です。うん、でも、別のやべえの意味も含まれてるとしたら、この映画の、完全に予想ですよ。この映画の序盤とかで、何らかの形で、服部と黒羽海斗が、接触するシーンがあるんじゃないかな。はあ、そのキッドとしてではなく、はいはい、黒羽海斗として、はい、服部平次と接触するシーンがあったとしたら、うん、怪盗キッドの帽子を真っ二つに切ったときに、お前、さっき会った、はい。どっかのあの高校生やんっていう。はい。剣道大会に来てるっていう形？うん。ちなみに、黒は怪盗サイトで、剣道されてる方っていらっしゃるんですか？いらっしゃらないです。なるほど。はい。
ただ超大枠にしたときに、うん、怪盗キッドというね、はい、枠と名探偵コナンという枠で、はい、もう一つ刃という枠があるんですよ、はい、でコナンの映画じゃないですか、はい、そこの大枠で分けるとこっちサイドには刃がいますんで、はい、例えばですけど刃側とキッド側がなんかつながりがあって見に来てるとかね。でも俺なんか何の根拠もないんだけど、あれ一番最初見た時にお前工藤と顔似てるなとか、お前もしかして工藤なのかとか、もしかして沖田なのかっていうことではなく、なんか知ってる顔みたいな、えお前がキッドやってたのみたいな感じに撮れたんですよ。で、もちろん黒羽海人と接触したことないんですよ、うん、だからこの映画で初黒羽海人が服部平次と接触して、はい、その後にキッドとして出てきて、うん、帽子を切られて、お前あん時のあいつやんっていうのもあんのかなって。俺これちょっと本命なんだけど、まあ動画とか情報出るたんびにこういう話をしていきたいんですけど、はい、今現時点、はい、本日は12月の6日、6日ですね、の時点ではちょっとこんな話が出ております、はい、まあ皆さんのね予想、はい、こういうのってなんだろう、答えはあるじゃないですか、はい、もう映画としてもうできてんだから、はい、うん、その答えを知ってるやつなんて制作人しかいねえんだから、はい、俺たちファンはいろんな予想を出していこうよ、うん、でそれで盛り上がろうよ、うん、だって言ってさ、別になんかね罪に問われることはないんだから、はい、俺はもうガンガン言うよ思ったことはみんなもついてきてコメント欄でね、考え教えてほしい、ね、ああもうガンガン言ってほしい、うわその考え方もあんのかあるーみたいなね、それ楽しみたい、ね、もう前回の動画のコメントとかもさもう楽しくて楽しくてみんなそういうこと思ってんだ、面白いと思ってね。やっぱコメントしてくれる人はね、結構いろんな感性を持ってる人たちが多くて、うん、面白いマジで。それ見ながらお酒飲むね。いやもうガンガン飲めるから、もうそれがつまみになるのよマジで。なのでコメントの方よろしくお願いします、はい、またお願いいたします。皆さんの予想を書いてください。またね新情報出たら、ああまたね喋りましょうか、喋りながら、うん、あちなみに1月5日の映画も一緒に行きますんでね。そうなんだ。当然でしょ。当然でしょ。そんななんかあれなのかなと思って。行く行く行く。あ、そうですか、ね。あなた見ないとダメよ、ちゃんと。うん。予習しなきゃダメよ。